なかやるじゃないか。未覚醒の状態でここまでたどり着くなんて、ほんと奇跡としか言いようがないね。だけど、これ以上先には進めないよ。この僕を倒さないためにマイクに会うことは決してできない。ならば力ずくで。いや、やめといた方がいいんじゃないかな。今の君たちではこの僕を倒すことなんて絶対にできないから。なんだと？君たちは選択を誤ったんだ。もしも正しい道を歩んでいたら歴史は変わっていたかもしれないけれど。どういうこと？さあ、どういうことだろうね。いずれにせよ、教えても意味がないんじゃないかな。だって君たちの歴史は、今ここで終わっちゃうんだからさ。うるせえ。そんなことにはさせないわ。みんなで力を合わせれば、頑張れ組に不可能はない。ほな、みんな行くで。でもこれ、俺の名前じゃないぞ。いいところに気がついたね。それがこのゲームのミソなんだ。みんなのバングルに表示されているのは、ここにいる誰か、他人のノルマ。一番最初にそれを達成した人にだけ、ご褒美が与えられる。例えば、A さんのノルマが最初に達成されたら、A さんにだけご褒美が。でも自分自身のノルマはわからないでしょ。だからご褒美をもらうためには、自分のノルマが書かれたバングルを誰かに見せてもらわなきゃならない。もしくは無理やり奪い取るって手もあるけどね。そのバングルを持っている誰かを殺して。変なテレビ番組。
腕は一体何なのかしら。目覚めたら突然こんなところにいて、わけのわからない腕輪をはめられちゃってて、あーもう頭がどうにかなっちゃいそうだわ。エイジョ、いいから落ち着け。リーダーはこのワイや。ワイの言うことに従っとったらそれでええねん。私たちは修学旅行で鎌倉に向かってた。あのバスに乗って。その途中で隕石が落ちてきて、後のことは何も覚えてない。あのバス、隕石が落下した時の衝撃波で吹き飛ばされてしまったのかしら。外れないわこの腕は。ワイは頑張れ組のリーダーや。どうにかしてみんなをまとめんと。この状況、隕石の落下、わけのわからないことだらけだわ。ワールズエンドランド、この海底遊園地のチラシだ。去年オープンする予定だったが、途中で計画が中止に。以来、この遊園地は放棄されたと聞いていたが。何者かはわからないけど、僕らはどっかのイカれた連中にさらわれてきたんだと思う。だとしたら、そいつらには歯向かわない方がいい。おとなしく言うことに従うんだ。マジで何なんだよこの状況。一体どこのどいつが俺たちをこんなところに。もしかして霊長、お前が犯人なんじゃねえのか。この遊園地がある場所は鎌倉の近くではなかったはずだが。抵抗したって無駄だよ。今は犯人を刺激しないのが一番さ。ああ、頭がガンガンするぜ。もうダメだ、終わりだ。僕らきっとどっかの異常者にさらわれてきたんだよ。これから僕らはそいつの餌食になって。ポチ、こんな時までゲームしてるの？うん、こうしてると雑念が消えて、いろんなことを冷静に判断できるようになるんだ。ねえ、みんなの様子、いつもとはちょっと違うと思わない？霊的な波動、オーラの色がドヨーンと濁っちゃってるし。大丈夫かな、みんな。霊長、大丈夫？バニラたち、これからどうなっちゃうんだろう。とにかく早くここから出る方法を探さないと。なあみんな、ここでじっとしていても仕方がない。とにかく地上へ。無駄だよ、地上へは出られない。君たちはこの海底遊園地に閉じ込められたんだ。バスの中で見た、あの映画の。ピエロロロン、コメト、覚えててくれたみたいで嬉しいよ。そう、僕の名前はピエロピ。
然だけど、これから君たちにはデスゲームをしてもらいます。デスゲーム？命をかけたゲームのこと。ルールは簡単。詳しくはこのルールブックにまとめたから、みんなで読んでもらえる？君たちの手首にはめられた腕は、これをバングルという。バングルにはノルマ、やるべきことが表示されている。ただしこれは自分のノルマではなく他人のノルマ。自分のノルマが表示されたバングルを装着している人物、これをノルマンという。一番最初にノルマを達成した者、一人だけが勝者となる。勝者にはご褒美として魔法の鍵が与えられる。制限時間は1時間。それまでに勝者が現れない場合は全員揃って敗者となる。ノルマゲーム？これもあの映画のやつと同じじゃない？うん、君たちの中には物覚えの悪いバカもいるから、そうして丁寧にルール説明を書いてあげたんだよ。どう？わかりやすいでしょ。魔法の鍵ってのは何なんだ？勝ったやつがもらえるって書いてあるが。鍵穴のついたものなら何でも開けることができる。いわばマスターキーみたいなもんだよ。もちろんそれを使えば地上へと出るための扉も。最初に言った通り、君たちはこの海底遊園地に監禁されてる。その鍵を使わない限り決して外に出ることはできない。ただし鍵を使えるのは一度だけだから、間違ってトイレの鍵を開けたりしないようくれぐれも注意するように。君たちがまず最初にやるべきことは一つ、自分のノルマを知ること。そうしないと絶対にこのゲームには勝てないからね。つまりどうにかして自分のノルマが表示された番組を見なきゃいけないってわけだ。手段は問わない。どんな方法を使うのも自由だ。こっそりとノルマンのバングルを盗み見てもいいし、そいつに取引を持ちかけてもいい。だけど一番手っ取り早いのはノルマンの息の根を止めちゃうことじゃないかな。さてと、説明はこれぐらいにして、そろそろ始めるとしようか。っていうか、実はもう始まっちゃってたりするんだけど。ほらね、残り時間のうち3分も使っちゃった。というわけで早速。ちょっと待ってよ、勝手に決めないでくれる？ああそうだ、我々はデスゲームなんてするよ。君たちは必ずする。だってこのゲームに負けたら。
いいね、ノリノリになってくれたみたいで実に嬉しいよ。それじゃあ映画を超えるハイパースプラッターなリアルデスゲーム、張り切ってイエロロロー。ノルマを知ってる人？そんなもの尋ねたところで無駄だろう。馬鹿正直に名乗り出る者がいるとは思えん。それよりモーちゃんのことこのままほっといていいのかな。もしもモーちゃんがノルマンのバングルを盗み見てたとしたら、この野郎。みんな頭悪いよな。このゲーム、情報を制する者が有利だってこと、あいつらは理解してないらしい。なあ、レイチョ、俺には作戦がある。手を組もうぜ。このゲームの勝者は一人だけ。だが、ピエロピは、協力すること自体が禁止とは言ってなかった。俺はお前のことを買ってるんだ。最後の二人になるまで協力して、その後はお前が勝って魔法の鍵を手に入れりゃいい。なーに、俺のことなら心配するな。あの気持ち悪いロボット、ドロドロンボットになんて捕まったりしねえからさ。いいから早くこっちに来いよ。協力する証にバングルを見せ合おうな。来たな。さっき俺はこのゲームは情報を制する者が有利だって言ったよな。だが、その情報を手にするのはこの俺だけだ。甘いやつだ。簡単に他人を信用するなんてな。頭の切れるやつだと思ってたから、初めに潰しておこうと考えたんだが、所詮この程度だったか。どうした？早く来いよ。信頼の印にバングルを見せ合おうぜ。頭の切れるやつだ。やはり面倒なことになる前に潰しておくか。おい、モーちゃん、お前ほんまに自分のノルマ知らへんのやな。知らないよ。知ってるわけないだろ。じゃああんたのバングル見せなさいよ。じゃあってなんだよ、全然関係ないじゃないか。ねえみんな聞いて、一つ提案があるんだけど。提案？やっぱりやめない？デスゲームなんて。どうしていきなり。私が科学者の娘だっていうのは知ってるわよね。で、論理的に考えてみて気づいたの。こんな風に争うのは得策じゃないって。私たちが疑心暗鬼になるのは、互いのノルマがわからないから。
だったらいっそのことみんなでバングルをミサイコすればいいじゃない。バングルを見せ合う？タッツンなら分かってくれるわよね。え？僕？私たち友達でしょ？友達って信じ合うものじゃない？そうだけど。じゃあまずは私たちから見せ合いましょうよ。でも大丈夫、私も同時に見せるから。それならフェアでしょ。うん、決まりね。せーの。ニョロのバングルに表示されてるの、制限時間6分前まで自分のバングルを誰にも見せないってことは、これでまずは一人ね。まったく、ニョロちゃんってば作詞だな。あのガリベンメガネ、タツン君はこのゲームの負けが確定したんだ。負けが確定した？さっきのタツン君の言葉聞いてなかったの？タッツンのノルマは制限時間6分前まで自分のバングルを誰にも見せないだった。でもそれをニョロに見せちゃったから。まあそういうこと。ニョロちゃんはそれを知ってたからあんな取引を。じゃあタッツンはあのロボットの中に放り込まれて。もうドロドロのドロドロンかもね。それではめちゃんこ親切な解説は以上ってことで、イエロロロン。ニョロ、一体どうしちゃったんだよ。は？何か文句でも？いつものニョロならあんなこと。だってしょうがないじゃない、今はいつもじゃないんだから。ニョロ、みんな聞いてくれ。俺のバングルにはレイチョのノルマが表示されてたんだ。レイチョのノルマはな、誰かの背中にタッチすることだ。兄貴、どうして？みんなの力を借りようと思ってな。それで教えることに。背中にタッチって、いや、その簡単なノルマはすぐに達成して位置抜けされてしまうではないか。ああ、そうなんだ。だからここは協力してみんなで霊長を潰しておかないか。このゲームに勝てるのは一人だけ。霊長に背中をタッチされたら私たちはみんな敗者になる。そうしたら我々はあのロボットの中に放り込まれて。そんなの嫌よ、絶対に嫌。それを阻止するには、レイチョ、先にお前を。みんな行くで。観念しろ、レイチョ。逃がすな。
うまくいったぜ。せいぜいやり合って頭数を減らしてくれ。